毎日伝えられる新規感染者の数これは当日の朝9時までの24時間に都内各地の保健所から東京都に報告されたデータを集計したものですその報告の手段はというとそう、ファックスですもともとは一台でしたが 感染者増加に対応するため、4月に増設され、2台常備されています。これが保健所から届く発生届。都の担当者は保健所に電話をかけて、さらに情報を聞き取り、感染経路などを分析しています。感染者が増加傾向にある中、現場は、 限界に近づいているようです新規感染者が300人を超えたら今のように感染経路の内訳などを細かく発表するのは無理ではないかという悲鳴が上がっている保健所から都庁に毎日ファックスで送られる新型コロナの発生届そもそもは検査を行った医療機関で書かれたものです じゃあお願いしますはい。ここでも使われているのはファックスですこっちも急いで書いちゃったりすると読めない字とかも出てくると思うんですよねでさらにそのファックスで薄くなってしまったりするとその後保健所からもう一回電話があってでそこの確認再確認っていうのもありますのでそういう時間のロスっていうのもあると思いますねこうした作業をオンラインにして効率化を図るのが 厚生労働省の新たな情報管理システムハーシスです。症状はこれをポチポチとこう選ぶだけですね。症状なければここを押せばいいと,いうことです。これまで感染者に関する情報は医療機関からファックスなどで保健所へ、保健所からファックスなどで。 都道府県へ、そして最後に都道府県から厚生労働省へという流れで段階的に伝わっていました。作業は多く、時間がかかります。実際、東京都の場合、検査日から都が公表するまでに3日ほどかかっているそうです。それが、このハーシスでは、医療機関や保健所が情報を入力すれば、 即座にシステムに反映され都道府県や厚生労働省が情報を早く把握することができるというのですさらに自宅やホテルで療養する感染者や濃厚接触者がスマホで毎日健康状態を入力し保健所が経過観察をすることも可能ですで毎日あの電話で えー、まあ熱とかあるいは症状の有無を聞き取らなければいけなかったと業務負担というのは相当あの軽減されるものと考えております。ただ問題は東京や大阪など感染者の多い都市で普及が進んでいないこと。保健所が設置されている自治体のうち2割以上が利用していないのです。 東京や大阪には独自のシステムがあり移行に時間がかかっているといいます。